はい、昨日ですね、不等式評価で京都大学の、入試問題ちょっと使ったんですけど、まあ、そのちょっと著作権関係のことで、ちょっとあれですね、こんな風にやってます的なお話ですね。京都大学はですね、まあ、これ大学ごとにちょっとずつ扱いが違うみたいなんですけど、見えますか？入試問題利用するときにですね、1ヶ月以内に、まあ、使いましたよ、入試問題を使わせていただきましたよっていうのを、報告、まあ、してくださいと。でちゃんと引用元が、分かるように出典明示してくださいっていう、形でですね。であとはあれですね、まあ、例えばこれ英語とか国語とかだと思うんですけど、その入試問題で使われた、例えば国語の小説とかだと、その小説の作者の方とかいますから、まあ、その方に許可取らないといけないということがあったりするわけですが、まあ、そういったね、著作権上の、まあ、ちゃんとルールにのっとって、やってもらえれば、まあ、許可しますよっていうようなことで、なっております。少し前までは、ね、ちょっと違うような、もう少しちょっと厳しめの感じだったんですけど、まあ、今はその、問題ね、利用して1ヶ月以内に、まあ、利用しましたよっていう、書類を出してくださいっていうことですね。でその書類がこちらですね。まあ、ちょっとこれから始める方もいらっしゃるかもしれませんので、参考にってことでこんな感じで、京都大学の入試課ですね、入試課 のところにこういった、報告書っていうのがありますので、こんな形で私書きました。私今団体ではないので、まあ、団体名は抜けてて、自分の名前と、まあ、動画制作で活用しますってことですね。で何年度の、文系のこの1番目の問題使わせてもらいましたってことの、報告ですね。下の方ちょっと住所なのでちょっと付箋で隠したんですよ。でこれだけだと多分なんか見る方わかんないと思うので、これでねわざわざ URL 打ち込んでってやるの大変でしょうかってことで、一応自分で、こんな形で、自分が喋ってるところとこの概要欄のところですね、ここまでわかるようにプリントアウトしたものを添えて、こちらをですね、京都大学の、入試課にちょっと送りたいと思います。住所書いてありましたので、はい、一応京都大学ではこんな感じの運用になっているということで、まあ、それぞれの大学ごとに、入試問題 その、利用の仕方っていうのがちょっと違いますので、まあ、自分が使う、その問題に合わせてですね、その対応する大学とやり取りするっていう感じになるかと思います。はい、ということで、まあ、ちょっと参考になるか分かりませんけど、はい、じゃあ今から郵便局行ってきます。